よし、じゃあ続きいきますか。だってリヴァイアさんの力をゲットしました、前回ね。終わったか。なんかちょっとなんか射撃やってるみたいな感じが面白かったな。落ち着いたようだね。ワリアス様が自分自身を守ろうと、こんな状態で力を使うとはな。モンスターを出したっていう。この後はどうする？ワリアスの封印を解く。そうやな、あんたのおかげで初めて希望が見えたんだ。この機を逃したくはない。でもこれほどの規模の魔法だ、特にも相応の手順がいるんじゃないのかい？ああ、その通りだ。それにこの場で解くことはできない。一旦里に戻ろう。やるべきことの他に話しておきたいこともあるんだ。わかった、なら行こうか。待っていろ、ワリアス。もう少しの辛抱だからな。なんかトロフィーめっちゃもらえるんだけど、封じられた叫び声。しかしリヴァイアさんの力を吸収するとは。クライブ、体は平気なのか？ああ、心配は無用だ。それならいいが、無理だけはするなよ。では集会所に行こう。そこで話したい。わかった。はい、じゃあちょっとあれや、クエスト1個やりますか。今2つできるんですよね、現状。そろそろいつもの川に行くか。あんた、なんか DLC 第一弾さ、そういうのなかったんだ。じゃあこの人、あの子はどこに行って？もっと、族長がお招きした傭兵さんですね。里の納屋に何かご用でしょうか？お探しの品があれば妻のナデナにお声掛けください。いくらかギルをいただくことになりますが、薬や装具がご入り用ですから。やっぱり納屋で買い物できるんか。わかった、よろしく頼む。ただこれやなくダメだな。品物をお渡しするのに少々時間がかかってしまいそうなんです。あら、なんで？何かあったのか？実は納屋の片付けをしていたうちの娘が仕事を放ってどこかに行ってしまったのですよ。駆け落ちかな、好きな人。おかげでどこに何をしまってあるのか分かりゃしません。ご不便をおかけして申し訳ない。もう探しに行けばいいんでしょ。すぐに戻ればいいが、それも分からないか。少し心配だな。お気遣いありがとうございます。あの傭兵さん、厚かましいお願いではあるのですが、娘を探す手伝いをしていただけないでしょうか？やっぱりな、ほれ来た、ほれ来た。じゃあやります。もちろんだ。どのあたりを探せばいい？そうですね、里の中では見つからなかったので、もしかすると門から外に出てしまったのかもしれません。なかなかやんちゃな子供のようだな。連れて帰るのは骨が折れそうだ。あなた方の言うことでしたらきっと素直に聞くでしょう。何しろあの子は外から来たお客人に興味津々でしたから。ほう。娘はルカと言います。まずは南門のあたりを探していただけますか？はい、私はもう一度あの子が家に戻っていないか見てきますので。ルカだな。わかった。南門の門番が何か知っているかもしれない。話を聞いてみるよ。では小さな尋ね人やっていきます。
まずは南門の門番さんに話を聞けということで、この人だね。すまない、ルカという娘を見かけなかったか。ああ、あの子なら会ったばかりだよ。ついさっきこの門を通したからね。こっちの方行ったのね。子供一人だろう、止めなくてよかったのか。ああ、心配いらないよ。え、でもトンベリとかいたんですけど、道中手を左に進むと、小川のほとりがあるんだが、あの辺りは魔物も出ないから、遊びに行くのを許してるんだ。へえ。もちろん、一人で行っていいのはそこまでって念を押してる。ルカを探してるなら、行ってごらんよ。小川のほとりだな、探してみよう。うん。この先だな。お、あれ、なんかいたぞ、女の子。あれ、もう見つかったんだけど。この子かな。あ、傭兵のお兄ちゃん、やっと見つけた。君がルカだな。あれ、なんで私の名前を知ってるの？君の父さんに頼まれて探していたんだ。行き先も告げずにいなくなったと心配していたそう。それと納屋の片付けはどうなってる？あ、忘れてた。お兄ちゃんのこと探すのに夢中だったから。俺たちが珍しいのもわかるが、ひとまずは戻って父さんを安心させてやろう。はーい。それじゃあお兄ちゃん、一緒に帰ろう。里に着くまで外のお話いっぱい聞かせてね。ああ、わかったわかった。大人つっこい子やな。え、これもしかしてもうクリアかな。買い物できるようになるのありがたい。傭兵さん、ルカを無事に連れて帰ってくださりありがとうございます。ああ、何事もなくてよかった。あのね、お父さん、外には大きな里がいっぱいあるんだって。町って言うんだよ。町にはいろんな家があってね。それでね。はいはい、まったく、お父さんは心配したんだぞ。外の話は後でたっぷり聞かせてもらうよ。ま、ずずっと出られないんだよね、水のために生まれた以上。はーい。傭兵さん、ご迷惑をおかけしました。ルカのおしゃべりにも付き合っていただいたようで。いいってことよ、いいってことよ。しかし、生まれて初めて話した外の方があなたのように優しい人でよかった。生まれて初めてか。ええ、この里があることを外界に知られないよう、人の出入りなど厳しくしていますからね。うん。交易も大っぴらにできないので、里の暮らしはつつましいものです。建物だって北部の民の残したものを使い続けております。なんかいつしか滅びそうだよな。年代物の建物が多いわけだ。うん。石積みの土台はしっかりしていますし、古いものでも普段の暮らしには何ら問題ございません。ただ、里の中にあるものだけで不自由なく暮らしていくというのはやはり難しい。うん。ですから、里で作れない薬や金物の材料などは流れの商人を装って外で買い付けているんですよ。へー。里の暮らしを守るためにギルが必要になってくるという。金は大事よ、金は。さようです。里にお招きした方にギルをせびるようで恐縮ですが、納屋の品物をお求めの際はよろしくお願いいたします。いや、お金落とすしかないな、こういうところにはな。さて、納屋の片付けもそろそろ終わりそうです。薬や装具がご入り用なら妻のナデナにお声掛けください。防具は新しくできるかな。財布の紐を緩めておくとしよう。わー
い。え、なんかさ、FF16 さ、なんかお金の使いどころあんまなくない？あ、レベル上がった。やった。よし。おー、レベル50になりました。年代物の、おー、マテリアル。水の民の里ショップ開放来ましたわ。なんかコッポーションとかさ、回復アイテムぐらいしかお金使わないんだけど。あ、ここね。あ、早速。傭兵さん、ルカを連れ戻してくれてありがとうね。おかげでようやく納屋の品物をお見せできるわよ。うちの家族はみんなあなたたちを歓迎してるわ。何か欲しいものがあればいつでもどうぞ。はーい、好きに見ていってね。お、なにこれ、ミングウエストクロス。装備かこれ。上がるじゃん。水の民の里で作られた、花染めの腰布。ほい、買うしかない。この品でいいのね。はい、これは。お、ちょうどなんか水の民装備にすっか、これ。楽譜25,000。ポーションとかは大丈夫だね。オッケーオッケー。よし、これ少しでも潤うといいな、この集落が。あー、そっか、リヴァイアさん、リヴァイアさん何と入れ替えようかな。ちょ、迷うであるな。てか私今ポイント結構あるね。よかった。よし、よいしょと、クロススウェル140、レーザーあげる。リバヤさんくらい。リバヤさん絶対私納金だから使いやすいと思うわ、個人的に。よし、あ、オーディンちょっと入れ替えるか。オーディンをリバヤさんにしまーす。オッケー、よし。ちょっと待って、ちょっとセーブしよう。さて、じゃあシュラさんのところに行きますか。よし、もう一個のクエストはまた別の機会で。シュラ様たちがお戻りだ。これさ、武器の見た目変わるけどさ、装備の見た目ね、変わんないんだよな。水の民の里へようこそ。行ってらっしゃいませ。封印のことを説明する前に話しておきたいことがある。はい。私たち水の民の歴史だ。ずいぶん大きな織物。あれ、先祖たちの歩みを編んだものさ。織物にも赤ちゃんが。170年ほど前、故郷なき水の民は今のザンブレク領内で細々と暮らしていた。ザンブレク。だが独自の信仰を持っていたばかりに、グエリゴール全教が公国を起こす際、異端狩りの標的にされたんだ。民衆をまとめ上げるための生贄。そっちの歴史ではこれが原因で滅びたとされているんだろう。でもわずかに逃げ延びた者がいてね。数十年にわたる放浪の末、彼らはミシディアへとたどり着き、その後2つの秘術を手に入れる。2つの秘術。1つはマザークリスタルを作り出すという空の文明の秘術。もう1つミラージュ。マザークリスタルを作るだ。ね、マザークリスタルを作る。馬鹿げているだろう。だが彼らはそれを信じた。マザークリスタルのコアを命あるもので代用する理論。それには体内に多くのエーテルを持つ生物が必要だった。ワレアスがドミナントだと分かった時、こともあろうに先祖たちはあの子を利用することを思いつく。やっぱこれワレアス様か。ドミナント、コアに。秘術と共に見つけた奇妙な薬で無理やりエーテルを引き出してね、
そしてその状態が永久に続くようあの子の時を止めたのさ。かわいそうだろ。ちょっと前にもそのために彼らが用いたのがもう一つの秘術である。あ、ミラージュじゃなかった。時間凍結魔法フリーズ。フリーズ、時間凍結魔法。あの空にかかる光だ。あ、時間凍結。そんな途方もない魔法を一体どうやって。先祖たちがこの地に来た頃、森の中で半ば石化しかけた魔女と出会ったんだ。え、彼女はもともとマザークリスタルドレイクアイの消滅を防ぐ研究をしていてね。時の流れを魔法で止められないかと考え、フリーズを編み出すに至ったらしい。でもドレイクアイは消滅したはずよ。ああ、フリーズは完成したものの、なぜかドレイクアイには効かなかったそうだ。その失敗により国を追われたのか、発見された時の魔女は一人死にかけていた。先祖たちは彼女を里に連れ帰ると、亡くなるまでの間できる限りの世話をしたという。水の民がフリーズの存在とその操り方を知ったのはその時だ。こうして手に入れた二つの秘術とドミナントであるワレアス、それらが揃ったことを先祖は天運だと考えた。マザークリスタルを手に入れることさえできれば、もう二度と辛く苦しい思いをせずに済む。喉から手が出るほど欲しかった平穏が、たった一人の命を差し出すだけで手に入るのだと。しかし結果はどうだ。マザークリスタルを手にするどころか、ワレアスの人生を奪っただけだ。水の民もまたクリスタルに翻弄されたわけか。うん、事情は分かった。それでフリーズはどう解く。高台に光に包まれた場所があっただろう。あそこには時の祭殿と呼ばれる遺跡がある。時の祭殿。その一番奥にある要でフリーズを操ることができる。ただし一人で行くには危険な場所でね。あんたたちも同行してくれるとありがたい。いいだろう。なるほど。全員が里を離れるのは避けた方がいいな。何か心配事でもあるの？ああ、フリーズを解いた時に何が起きるかわからない。さっきの魔法生物のような危険にも備えておくべきだろう。それなら僕が残るよ。え、ジョシュは来ないの？お前助かる。よし、決まりだ。早速時の祭殿に向かうとしよう。クライブハーレムですやん。あ、今回ここまでかな。女子はお留守番になっちゃった。え、またちょ、新しいクエストが。まずは北門から樹林に出よう。はい、なんだけど、あ、今回ここまでか。え、何個出たの？これもクエスト？なんかめっちゃ出たんだけど、クエスト。おい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 。じゃあ、お疲れ様でした。